黒猫アマズライトチョッピーせーの黒猫チャンネル、イエーイ、イエーイ。マットがものすごい絡んだ状態で出てくるんですよ。なぜかっていうとですね、毛がすごく生えてるんですね。わかりますか、これ。はい、どうもこんにちは、黒猫チャンネルの黒猫です。ありがとうございます。ちょっとお腹が痛いです。撮影中に何回かトイレに、いやいやいや、そこはあれか、動画に残らない部分なんであんま関係ないよね。ごめんなさい、なんか急にね、なんかわけのわからないこと言っちゃって、今日はね、カブトムシの餌交換をしていきたいと思います。この子たちですね、登場してまいります。どうぞ。出ましたね。これはね、サタンオオカブトの幼虫たち。サタンちゃんですね。うん。前回餌交換したのが1月21日ということで、まあ、だいたい3ヶ月ですね。プリンカップから1ヶ月ちょいで移動してもらったのかな。なんで相当大きくなってるんだと思います。はい。ということでね、今日はね、すごく大きなボトルの方に交換していこうと思う。ちなみにサタン君はですね、長い長い幼虫期間なんですよ。だいたい2年ぐらいは幼虫してますので、もうちょっと長いかもしれないですね。だから2019年の12月ということはね、2022年のね、正月ぐらいに掘り出しできるかどうかという、それぐらいなんですよね。いやー、まだまだ先が長いですけど、まあ頑張ってね、動画撮っていきたいなと思います。ちなみに今 800cc のボトルなんですけど、次はオスメス関係なくこれに 1500cc のボトルですね、これに入ってもらいます。そして大きくなって次にオスメス判定がね、まあ、大体体重で分かってくると思いますので、こうなると、オスだったら2300、メスだったらね、さっきの1500のボトルで、ウカまで行ってもらうと。まあそんなところですね。ただもう何回も何回も餌交換することになると思いますので、まだまだ先の話ではありますね。ちなみに今回はね、こちらの測りで測っていきたいなと思います。いつものスプーンの測りではね、ちょっと大きさがね、まあ、いけるとは思うんですけど、一応もう、こちらで、それなりの大きさになってると思うんでね。はい、ではね、早速1投目から出していきましょう。皆さん、1投目ですよ。どこにいるんだ？あ、ここに、いますね。どれぐらいの大きさになったんだろうか。出していきましょう。スプーン、スプーン、スプーン。お、これはね、そこそこ。あ、コバエル、コバエルが繁殖。コバエル、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 やっつけろ、コバエル。よし。いやー、そこそこの大きさになってるんじゃないかな。サタンちゃんおとなしいですね。スイッチオン。はい、では体重いきましょう。20ぐらいかな。19ですね。ほー、19ですか。はい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 、回収回収。残念ながらですね、コバエルちゃんがちょっといましたので、マットの方はね、全部変えちゃいます。は。ね。で、まぁ、ちょっと新しいマットありますんで、それかけてあげましょう。こんな感じですね。はい、ということでね、まさかのコバエルがいた。うん。よし、この子 19g でしたね。まあまあ、まだまだ先がね、どんどん増えていくと思います。2投目でございます。ん？よし、コバエル出てこなかったな。はい、見えないですけど、かなり運はありますので、
いるんじゃないかなと。ね。あ、びっくりした。いました。顔が見えたから死んでるかと思った。真っ暗いからだなと思っちゃったよ。びっくりした。生きてますね。ちなみにですね、サタンの場合はこうやってマットがものすごい絡んだ状態で出てくるんですよ。なぜかっていうとですね、毛がすごく生えてるんですね。わかりますかこれ。はい、体毛がねびっしり生えてるんで、潜ろうとしてるね、びっしり生えてるんでね、そこにまあマットが絡まっちゃうわけですよ。まあサタンはね結構毛むくじゃらなやつなんでね、こんなことに幼虫もなってるんですよね。はい、あ、いやーびっくりした。死んでるのかと思った。次は体重ですね。この子もまあ20ぐらいでしょう。はい、お、ぴったり20。うん、大正解でした。体重の方はねまだまだ乗ってきます。うん、よし、はい、大きくなってちょ、お、すごい毛だね。しかしめちゃくちゃ毛生えてるね。毛深いカブトムシ好きだよ。それ個人的な趣味じゃない。はい、よし、 20g でしたね。うん、はい、どん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 大きくなってもらいましょう。ちなみに真面目な黒猫はね、なんでサタンはねあんなに毛が生えているのかと思っちゃうわけですよね。この前のグランディスはね、トゲトゲしてる。それもやっぱ理由があるんだと思う。うん。サタンくんの場合は、おそらく、体を守るというよりは、まあ、外敵から襲われにくくなるんじゃないかなと。こうやってま、周りにね、マットがつくから、食べにくいのかなと。ね。ね、匂いとかでね、やっぱこう、バレにくいんだと思う。周りにこうやって毛をね、つけてると。マットがつくから。そんな感じじゃないかなと思うんですよ。やっぱ自然界ではね、カブトムシはプリップリな体してるしね、餌なんですよね。うん。で、当然カブトムシも食べられたくないわけで、じゃあ何らかの形で防御するんじゃと。で、まあ、このサタン君の場合は、多分、捕食する側の動物がですね、どうやら目が見えにくくて、鼻が利くとか、そういうのが多いのかもですね。うん。そして、サタン君は、じゃあちょっと匂いとかでね、見つからないように、毛をたくさん生やしてね、自分の体にマットをたくさんつけて、まあ、できるだけ見つからないようにね、してるのかもしれないですよね。うん。まあこれ勝手な黒猫の想像なんですけど、まあなんかそういうのがね、あるんじゃないかなと思うんですよ。やっぱり生き抜くためのね、自然界の知恵だとは思います。よし。19g だったかな？生き物って面白いっすよね。やっぱこう、何らかの理由はありますからね。うん。お、これでかいんじゃねえかな。さっきの子たちよりでかいぞ。まだわかんないですけど、今までの子たちよりはでかい気がします。25とか言ってんじゃないか。30とか言ってたりして。ほら、26ですね。はぁ、あ。まあ、断定はできないですけど、まあ、この子が例えばオスとか、まあ、そういう可能性はあるな。まだまだわかんないですね。よし、でかい子大歓迎。ね。まあ、この子ほんと毛すげえな。頑張ってね、大きくなってもらいましょう。ね。なかなか見込みがあるんじゃないの？はい。まあ、まだ長い長い幼虫期間のね、ほんの最初なんで、これからどんどん変わりますから。よし。え？ちゃんと閉まってるこれ。22g か。
OK、22。20ぐらいか？はい。19。よいしょ。あら、マットなくなっちゃった。あ、潜ってくれるでしょ。いよいよ最後だ。よし。ね。お待たせだな、これは。おぉ！出たー、やっぱり。すっげー毛むくじゃら。ね、マット絡まってます。さあ、最後のこの体重は21か2かな ?20! まあ、そんなもんだろう。最後はちょっとね、マット足りなくなったんで、これもんで、入れていきたいなと思います。はい。よいしょ。うわ、もったいね。ちょっと負けちゃったね。あ、負けるってね、香川県の方言でね、こぼれるっていうことなんですよ。負ける負けるってよく言うんですよね。はい、最後の声、さあ、交換終わりました。20g でした。はい、ということで、サタンオオカブト、みんな無事でしたね。オスメス判断はね、次の餌交換の時にはできると思います。あとまあ3ヶ月後だね。このブリードルームでもね、下の方で、まあ低温種なんでね、下の方で飼育したいなと思います。では今日はね、これでお別れです。黒猫チャンネルの黒猫でした。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。